こんにちは、クレイです。本日はタイトルの通りの内容なんですが、実は2年前にも同じようなインナーの透けない色は何色かっていう検証をしたことがあります。そちらの今回は2021年バージョン最新でお届けしたいと思います。暑くなってきたので、女性の方は特に例えば白いシャツの下に着るインナーで何色を着たらいいかなってとても悩む方が多いんじゃないかなと思います。ですので今日はこちらの一番オーソドックスに皆さんが選ぶかなっていうカラーを何点かチョイスしまして、実際にこちらのインナーを白いシャツの下に着用して透け感っていうのがどんな風に見えるかっていうのと、最終的にじゃあ何色が一番良かったかなっていうのを皆さんにお届けしたいと思います。2年前にも同じ内容でやってるんですけど、その時はトルソーを使って折り紙で検証したので、実際にやっぱり人の肌の色と違ったり、折り紙とこの実際の布では発色の仕方も違うので、2021年バージョンは実際に生身の人間が実際のインナーを着てその様子をお届けしたいと思います。今回使うカラーがこちらの5色です。まずブラック、そして2つ目がナチュラル生成の色、そして続いてグレー、そして白、ちょっと今回はですねタンクトップがなかったのでノースリーブでやっていきます。で最後にベージュ、このベージュっていうのがちょっとブラウン系のカラーではあるんですけど、こういうベージュ系とかブラウン系です。でこちらちょっとタンクトップがなかったのでワンピースにはなるんですけど、この上半身の出方がどういう風になるかっていうのを参考になると思うので、こちらでやっていきたいと思います。はい、では実際に着替えてやっていきます。はい、ではまずブラックのタンクトップを着用してきました。はい、今回はあえて白い結構透け感のあるシャツを着ています。で今黒いタンクトップを着てますがどうでしょうか。私は個人的には結構黒いタンクトップ好きでよく着るんですけど、こんな感じで結構見えてますね、黒いのが。インナーは着用している感はとってもあります。この透け感がですね、黒だからそんなにいやらしさがなくて、私は個人的にはとっても好きです。なんですけどやっぱり黒いタンクトップとかを着た時に、このボトムが例えば黒とかネイビーとかの濃い色だったらいいんですけど、ボトムが明るい色だった場合トップスとボトムで色が変わるので、そこの部分が気になるかなっていうのがあるので、黒いタンクトップ着る時とかは、ボトムが黒とか濃い色の場合はとってもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、もう一度黒ですとこんな感じで結構しっかり透け感が見えます。では続いてのカラーに着替えていきます。はい、では続いては生成のタンクトップを着用しております。はい、こんな感じになりましたがいかがでしょうか。結構透けてるなという印象があります。黒とはまたちょっと違う感じの透け感で、割とはっきりとくっきりと意外と浮き出てるなっていう感じがしますかね。白じゃなくてちょっと生成系の色っていうことで、このシャツが真っ白な分、少しこのシャツとインナーのギャップがあって結構はっきり浮き出てるんじゃないかなと思います。インナー感を出したくないっていう場合は、こういう色は避けた方が無難かなっていうような印象がありますね。あえて見せたいっていう場合はこういう色もいいのかなと思うんですけど、こんな感じで結構はっきりと浮き出てくるなということが分かりました。じゃあもう一度最後に。はい、こんな感じでしっかり見えます。では続いてのカラーに着替えていきます。続いてはベージュを着てみました。ベージュって言っても肌色に近いベージュっていうより結構ブラウン寄りのベージュだったので、どんな感じになるかなって思ったんですけど、今ちょっと着てみてびっくりしてます。この画面越しで多分ほとんどわからないんじゃないかなと思いますが、こんな感じでございまして、はい、全然インナーがほぼ透けてなくて、着てるのはわかるんですけど、はっきりとラインが出るっていう感じじゃなくて、程よくボケていてほとんど目立たないです。色味で言うとかなり肌色とはちょっと違う色だったんで、結構浮き出てくるかなと思ったんですけど目立たない感じで、すごくこの色も使いやすいんだなっていうことが判明いたしました。黒だと、結構透け感があってはっきり分かったし、さっきのナチュラルのきなりの色もあれもかなりガッと浮き出るような感じだったんですが、一番今の中で言うと一番肌に馴染むのはこちらのベージュカラーです。本当に分かんないです。めちゃくちゃいい感じです。はい、透けたくないっていう方はこの色もいいんじゃないかなと思いました。はい、では続いてのカラーに行ってみたいと思います。はい、では続いては白いノースリーブのインナーを着用してみました。今回着てるのがタンクトップじゃなくてノースリーブで、首元もですね割と詰まってるのでちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、この肩の辺りを見てもらうと分かりやすいかなと思います。割とやっぱり透けてますね。ベージュよりも、かなりインナー着てる感が分かりやすいかなと思います。ここの部分がどうしてもやっぱはっきりと出てくるなっていう感じですかね。でやっぱり白いインナー、白いタンクトップとかだと生地によってはこれでもなお下着が透けて合う時もあると思うので、白いインナーって結構選び方が重要だなと思いました。やっぱり今まで着たインナーの中でもやっぱこの白いシャツにこの白いインナーを合わせるとよりこの白さが一番綺麗に映るなっていうのが、今回感じました。やっぱとっても綺麗です。ほんと濁らないんで白が、とっても綺麗だなっていう印象ですね。透け感があるんで、この透け感が良しとするか、っていうところは難しいかもしれないんですけど、例えば、ここのラインが出るの気になるなっていう場合だったら長袖のシャツに長袖の白いインナーとか、半袖のシャツに半袖の白いインナーとか合わせてあげるといいかなって思いました。こんな感じになっております。では最後のインナーに着替えていきたいと思います。はい、では最後はグレーを着用してみました。はい、いかがでしょうか。こんな感じでございます。このパッと見た感じの印象はほとんど透け感があんまり分かんないんじゃないかなと思います。ちょっとよく見ると、着てるのは分かるんですけど、なんかいやらしさもないですし、はっきりがっつりインナーがグッと浮き出てくるような感じもないですし、パッと見た印象は、割とヘルシーでとっても綺麗なんじゃないかなと思います。実は2年前の動画では最終的にグレーが一番いいんじゃないかなっていうことで、今回は最有力候補でした。グレーもすごいいろんな色があるので、グレーのちょっとした色のニュアンスで見え方って変わるかなと思うんですけど、グレーは意外と透け感がなくて、なんだけど程よく着てる感はあるので、ちゃんと着てるのを見せたいけどそんなにがっつり浮き出るのが嫌だっていう方はグレーがとってもおすすめなんじゃないかなと思います。はい、今回は5つのカラーのインナーを実際に白いシャツの下に着て検証していきました。この5色の中で、私個人的にはですね、本当に透け感を目立たなくしたい、もう一切見えないように着たいっていう方はベージュが私はいいんじゃないかなと思いました。とっても綺麗にパッと見た感じインナー着てるようには見えなかったので、とってもおすすめです。特にベージュも本当にすごいいろんな色があって、本当に肌色みたいな色のベージュとかもあると思うんですけど、このシャツだったら見えないんですけどちょっとだけ肩の、タンクトップが見えた時とかに、がっつりベージュ系だと少し下着感が満載なんで、そこが見えるとちょっとベージュは嫌かなって思いました。なんで今日着たああいう茶系寄りのベージュとかだったら、見えた時もそんなに下着感はないのでいいかなと思います。でそういう面でやっぱりグレーっていうのは見えてもそんなに下着感もないですし、程よくヘルシーに透け感があるので、少し透け感が見えてもいいけどヘルシーに着たいっていう方はグレーもおすすめです。今回の動画が、インナー選びで何色着ようかなって困った時に参考になると嬉しいです。今日着用したアイテムは下の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、もし気になるものがあれば詳細をぜひチェックしてみてください。今日の動画が参考になったなっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。